皆さん、こんにちは、翔です。で、今日が5月の2日なんですけど、金曜日ですね、日本株全般的に連休の谷間に下げまして、マザーズに関してもですね、0.8% 相当下がってるんですよ。で、全体の流れから言って、マザーズがですね、今後上がってくるのか下がってくるのか、そこのテクニカル分析をしていくのと、マザーズの個別銘柄を複数銘柄ですね、ちょっと分析していきたいと思ってるんですよ。で、それでですね、マザーズの動きっていうところを今後予想していきたいなというふうに思うんですけど、で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP を獲得しています。で、このチャンネルは去年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、各国市場の動向、個別銘柄のテクニカル分析、そういった情報を皆さんとシェアしていくので、まだ僕のチャンネル登録してない方がいらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、メンバーシップの方でテクニカル分析の勉強会もしてます。僕が実践でやっているテクニカル分析をレクチャーするような形でお伝えしているので、皆さんですね、ぜひともですね、興味がある人がいたら参戦していただきたいなというふうに思うんですけど、じゃあまず最初にですね、マザーズですね、ここのチャート分析からしていこうと思うんですけど、現状ですね、下のマクリーに関しては、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンド形成、パラボリックに関しても日足の上の方にこのドットチャートが点灯しているので、ここに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置は、一目均衡表の下限のラインですね、この緑のラインを終値ベースで下回ってるんですよ。で、直近つけた安値水準ですね、この下での抵抗ラインも切り下げていて、現状の日足の位置は、ここの日足の下での抵抗ラインですね。このラインのところまで目先下がっているような形なんですよ。で、ここでですね、反転上昇してくるようだったら、マザーズの上昇の再現性っていうのが取れて、上がっていく可能性が考えられるんですけど、ただし、RSI の下での抵抗ラインですね。この黄色のラインを終値ベースで RSI 下回ってしまっているので、ここに関しては今までのトレンドから若干ですね、外れてしまっているんですよ。かつさっきも言った通り、マックディはまだデッドクロスを形成していて、青のラインもまだ切り上がってきていないので、これを見る限りでは、まだですね、マザーズが明確に上がってくるかどうかっていうのは判断することが結構難しいですね。ただし現状ですね、このマザーズに関しては三角持ち合いを形成しているので、もしですね、この上値の黄色のラインですね、この日足の上値の抵抗ラインを抜けてくるような形で、上下を繰り返してくるってなってくると、マザーズですね、まだ上の方に抜けてくる可能性も一応考えられはするんですよ。まあ、とりあえずですね、ゴールデンウィーク明けの日本株の動向、あとは米国株の動向次第ではあるんですけど、じゃあ今後ですね、マザーズが上がるかどうか判断するために重要な指標ですね、マザーズへの資金の流れ、それをですね、今から確認していくんですけど、まず見てほしいのが、NM 倍率ですね。これが日経平均割ることのマザーズ、それで表されるチャートになるんですよ。で、現状ですね、下のマックDに関してはゴールデンクロス、上昇トレンド形成。パラボリックに関してもですね、日足の下側に今回点灯して上昇トレンドを形成している。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインのところまで目先上がってきている。なので現状ですね、このチャートが上がっているので、マザーズよりも日経平均有利っていう形でマーケットは動いてきてるんですね。このチャートは上昇すると日経平均より、逆に下落するとマザーズ有利っていう風に判断することができるので、さらにですね、RSI の終値の抵抗ラインですね、この黄色のラインも若干なんですけど抜けてきてますから、ここに関してももしかしたら新しいトレンドが発生してきてる可能性が考えられるんですよ。そうなってくるともしかしたらですね、この日足の終値の抵抗ラインですね、黄色のラインを超えてくるような値動きをしてくる可能性もあるので、NM 倍率を見る限りでは、まだですね、マザーズ有利っていう風に動いてはいないんですね。ただし、ここの黄色のラインっていうのは、直近のですね、チャートパターンを見ても、上値の抵抗ラインとしてかなりですね、意識されているラインになるので、ここのラインにタッチした段階で、どういった動きをこの NM 倍率がしてくるかっていうところを、連休明け見ておいてほしいなっていうふうに思うんですね。もしこのラインを終値ベースで明確に抜けてくるってなってくると、それこそですね、マザーズよりも日経平均有利にマーケットが動いてくる可能性が考えられるんで、で、さらにですね、見ていくのが TM 倍率ですね。これがですね、上昇するとトピックス有利、逆に下落するとマザーズ有利っていうふうに判断するんですよ。で、ここに関しても MACD はゴールデンクロスを形成しそうになってるし、パラボリックに関しては上昇トレンド形成。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで上がってきている。さらにボリンジャーバンドの中央線は、ちょっとですね、傾斜が緩やかに、まあ、フラットになってきてるんですね。で、RSI の上値の抵抗ラインも、若干ですね、超えるような値動きをし始めてきてはいるので、ここのラインを抜けるかどうかっていうところが目先ですね、やっぱしポイントになってくると思うんですよ。なのでここに関してもマザーズよりもトピックスよりにマーケットは動いている。じゃあ次にですね、見ていくのが MJ 倍率。これがですね、マザーズ割ることのジャスタック、それで表されるチャートなんで、上昇するとマザーズより、逆に下落するとジャスタックよりっていう風に判断されるんですね。
で、このチャートを見てもらっても下落に転じまして、現状ですね、マザーズよりもジャスダック有利にマーケットは動いてるんですよ。で、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これ上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンド形成間近になってるし、現状の日足の位置は一目均衡表の影のラインですね。この緑のラインを試すような形で今下がってきてるんですよ。なので、これがですね、さらに切り下がってくるっていう風になってくると、まだですね、マザーズの方に資金がですね、入ってくるかどうかっていうところが微妙になってしまうんで、とりあえず MACD がデッドクロスを組んだ後にどういった動きをしてくるかっていうところが目先ですね、ポイントかなっていうふうに思うんですね。さらに RSI の下での抵抗ラインですね。この黄色のラインも下回ってきている。なので、ここに関してもトレンドが崩れてしまってるんですよ。なので現状の NM 倍率、TM 倍率、MJ 倍率、この3つの動向を見てみると、マザーズ有利に、まだマーケットは動きそうなチャートパターンを形成してないんですね。なので連休明けはマザーズが一気に上がってくるかどうかっていうのは、まあ、全体相場次第なのかなというふうに思うんですよ。まあ、他のですね、市場の方にちょっと資金が入ってきそうな動きをしているので、マザーズの上昇っていうのは限定的かもしれないんですね。もし上がってくるとすると。なので、マザーズ銘柄を売買する上では、ここの需給の流れですね。それを見ることは非常に重要になりますんで、ここの動向がどういう風になっているのかっていうのをしっかりと押さえておいてほしいんですよ。ただし、個別銘柄ごとにですね、動いてくる可能性もあるので、今からですね、マザーズの時価総額が大きい銘柄ですね。それらの動向をちょっと確認していくんですけど、まず見てほしいのがメルカリですね。ここのチャートパターンを見てみると、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン。これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス。上昇トレンドまだ形成。現状の日足の位置は一目均衡表の影のラインですね。この緑のラインのところでなんとか下げ止まっている。で、ボリンジャーバンドの中央線も、一応ですね、右肩上がりに推移してるんですね。なので、ここに関しては、まだですね、怪しいチャートパターンは形成してないんですよ。まあ、さすがにですね、金曜日は下がってはいるんですけれども、ゴールデンウィーク前、まあ、連休の谷間っていうこともあって下がってるっていうことを考えると、まあ、通常の動きになりますから、これがですね、ここでつけた上値の抵抗ラインですね。この黄色のラインを抜けてくると、メルカリに関してはもうちょっと上がってくることも一応考えられはするんですね。なので現状ですね、ここに関しては三角持ち合いを形成していますから、とりあえずこの日足の下での抵抗ライン、ここを割ってこない限りはまだですね、上の方に可能性は考えられる。じゃあ次にですね、見ていくのが銘柄コード4478のフリーですね。ここに関してはまだですね、下げ方がきつくて、下の MACD に関しては、まだデッドクロスを形成はしているんですけど、ただし青のラインに関しては若干切り上がってきているんですよ。で、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインは横ばいで推移しているので、考えられる値動きとしては、このチャートパターンだけ見ると、ボックス圏の値動きですね。それで値動きしてくる可能性があるんですね。ただし、ボリンジャーバンドのバンド幅ですね。この上の青のラインと下の青のラインの間隔、ここの範囲内がおそらく意識されるレンジになってくる可能性が考えられるんで、まあ、とりあえず下の MACD がゴールデンクロスを形成してくるかどうかっていうところがポイントになってくると思うんですよ。さらに見ていくのが銘柄コード4483の JMDC ですね。ここに関しては下の MACD はデッドクロス、下落トレンド形成、パラボリックに関しても下落トレンド形成している。で、現状の日足の形ですね。これを見てみると、バンドオークらしいものを下値方向に作ってるんですよ。切り下げながらですね。なので、こういったチャートパターンが出てくると、日柄調整が入るまでは様子見という形になるんで、ここに関してはまだですね、下げ止まってるようなチャートパターンは形成はしてないんですね。ただし、この日足の下値の抵抗ラインですね。この黄色のラインが今までの値動きの下値の底でのラインという形でかなり意識されてはいるので、ここのラインを維持することができなかったら、ちょっとですね、まずいかなというふうに思うんですね。なので、ここに関してはちょっとまだですね、不安が残るようなチャートパターンを形成している。じゃあ次にですね、見ていくのが、銘柄コード3994のマネーフォワードですね。ここに関してはまだ急騰しているんですよ。で、下の MACD に関してはゴールデンクロスで上昇トレンドをまだ鋭角に形成。パラボリックに関しても日足の下の方に点灯しているんで上昇トレンド形成。で、現状の日足の形を見ると、上値方向にバンドオークを形成しているんですね。要は日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ。上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドになるんですけど、なのでここに関しては日柄調整が入るまではまだ様子見でいいと思うんですよ。まだ上がってくる可能性は考えられはするんで、ただし RSI が今ですね、過熱気味のラインを超えてきてますから、ここを見る限りでは少しずつですね、利確は進めてた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、次に見ていくのが銘柄コード4477のベースですね。ここに関しては直近ですね、下げたところから急騰したんですけど、そこからですね、また急落してるんですよ。
で、したら MACD に関してはデッドクロス、下落トレンド形成。パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインを終値ベースで下回っている。なので、ここに関してはまだですね、弱いチャートを形成したばかりになるんで、まだちょっとですね、不安が残るようなチャートパターンを形成しているんですね。で、ここでつけた高値ラインですね。この黄色のラインも下抜けてしまっているような形になるんで、ここに関してはデイトレだったら今やってもらっていいと思うんですよ。まあ日中ですね、値動きが結構ある銘柄になるんで、ただしロングで持つっていう風になってくると、まだですね、タイミングが難しいかなっていう風に思いますから、とりあえず次にですね、意識される抵抗ラインっていうのが、このピンクのラインのところになるんで、ここまで下がってくるかどうかっていうところは見ておいてもらいたい。で、さらにですね、見ていくのが弁護士 .com ですね。ここに関しては金曜日 5% 以上急落してまして、下の MACD に関してはデッドクロス形成間近になっているんですね。で、現状の日足の位置は、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと、一目均衡表の下限のライン、この緑のラインを一気にですね、下回ってきてるような形になるので、ここに関しても、ちょっとですね、まだ落ち着きを取り戻しているようなチャートパターンは形成していないんですよ。おそらくMACDはデッドクロスを形成してきますから、そうなってくるともうちょっと下がってくる可能性は十分考えられるんですね。ただし、金曜日 5% 以上急落したということで、その反動で自立反発してくることも目先は考えられるんで、とりあえずどういった値動きをしてくるかっていうところはちょっと見ておいてほしい。ただし、ここでまだ買うっていうのはちょっとですね、早いような形はするんですよ。急落した後はだいたい3日ぐらい待てっていうのが僕の相場格言になりますんで、なのであと2日ぐらいですね、ちょっと様子を見てもらってた方がいいかもわからない。で、安いところがあったら仕込むっていうパターンですね。それをしてもらった方が無難かなっていうふうに思いますし、とりあえずですね、ここの抵抗ラインですね、ここの安値水準まで下がってきたらどうかっていうところを見ておいてほしいかなっていうふうに思うんですよ。なので現状のマザーズの動きですね、それを見てみると、現状の需給動向、さっきの NM 倍率、TM 倍率、MJ 倍率を見てみると、まだマザーズ有利っていう形にマーケットは向いてないんですね。どっちかっていうと、日経平均有利にちょっとマーケットが目先は動いてくるかもわからない。ただし全体相場がどういうふうに動いてくるか次第になりますんで、そこはですね、前から言っている通り、需給動向ですね。そこのにらめっこしながら、的確銘柄を選別してあげた方がいいと思うんですよ。前から言っている通り、信用倍率ですね。需給が悪化している銘柄が非常に多いですし、貸借倍率も100倍を超えている銘柄、ザラにあるようになってきてますんで、そういった銘柄は避けてもらった方が、今のマーケット環境を見るといいと思うんですね。とりあえず、需給がいい銘柄、かつ、業績が良さそうな銘柄、進捗がかなりいい銘柄を選んであげた方が、今の相場を乗り越えるためには一番手っ取り早いかなというふうに思うんで、そういった銘柄選別をこのゴールデンウィーク中にしとってもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。なのでまた動きがあったらすぐにですね、 YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら僕のチャンネル登録、あと Twitter のフォローよろしくお願いします。あとですね、毎日21時から個別銘柄ごとのテクニカル分析をライブ配信にしているんですよ。まあ、視聴者さんから言われた銘柄を僕からですね、分析していくっていう形でやってるんですけど、それをですね、よかったら見ておってもらったら、どういった銘柄に投資したらいいのかっていうことがですね、ちょっとわかる可能性、まあ、ヒントがですね、出てくる可能性もあるんで、よかったらですね、そちらも興味ある人がいたら参戦していただければと思いますんで、よろしくお願いします。またですね、皆さんいいトレードしていきましょう。